はいこんばんはクリーピーナッツが世界一大好き398チャンネルですはい今日はですねテレビでミュージックステーションが放送されていたんですけど今日は人気ヒップホップユニットクリーピーナッツが登場して新曲ブリングバングバングボーンをテレビで初披露したってことで話題になってますねで、ちなみにこの曲なんですけど 人気テレビアニメ「えー、マッシュル」の第2期オープニング主題歌かってことなんですけどこの曲を聴いて思ったのはいやなかなかキャッチーでいい曲だなと思いましたね。というのも自分ってあんまりそのアニメとか見ないしアニソンとかも聴かないんですけど、まあ、この曲に関して言うと、まあ、なかなかねそのキャッチーで。 なおかつしかもねそのマッシュルのアニメの雰囲気に合っていて、まあ、とてもねマッチングしているいい曲だなと思いましたねはいでやはりねあの今日のそのクリーピーナッツのはいエ M ステ」でのパフォーマンスを見て思ったのがやはりねあの彼らはあの非常にねその才能があるなと思いましたねはいでやはりその R 指定さんとああのまあ、DJ 松永さん、はい まあクリーピーナッツってこの2人だけではいまあ構成されているんですけどまあやはりね何て言うんだろうまあ R 指定さんはやっぱりラップは甘いしで DJ 松永さんは、まあ、日本一と言われるぐらいの、まあ、DJ なんでまあ本当に、まあ、最高の、まあ、パフォーマンスを見て見せてくれたなと思いましたね。はいでちなみにあのクリーピーナッツなんですけど、まあ、先週は「カウントダウン t v で。 ドラマ「不適切にも程がある」の主題歌「二度寝」を披露したんですけど、まあ、そちらもねあの結構いい曲だと思うんですよね、はい、だから是非ねあの興味ある方は、まあ、そちらも聴いてみてください、はい、でなんだろうなやっぱりそのクリーピーナッツに関して言うとやっぱり他にも、まあ、最近だとラッパーで言うと「そのまあ、バッドホップ」とか「まあ、ナメダルマとかあとは何だろうな 他にもまあ、えー、キャンディーとかいろいろねまあ、いっぱい日本語ラッパーいると思うんですけど他のラッパーがちょっとね不良ぶってるところがあるのに対してクリーピーナッツってあのそういうところがないところがあの彼らのいいところかなと思いましたねはい何、まあ、て言うんだろうそのラッパーなんですけどそのステレオタイプではないという感じがいいなと思いましたはい 多分ですけど今の日本で一番うまいラッパーっつったら自分的にはそのクリーピーナッツかバッドホップだと思ってるんでただねバッドホップは解散してしまったんでこれからはね自分はクリーピーナッツを応援したいなと思いますね。ということでクリーピーナッツ今日のねパフォーマンス非常に良かったんで。 まあ次もまあ音楽番組に出ることがあれば、またね、彼らのパフォーマンスを見たいなと思いましたね。はい。いやクリーピーナッツ最高でした。はい。<laughs>